こんにちは、店長の壁です。はい、もう6月下旬ですね。九州地方も梅雨入りして、これからですね本格的な夏を迎えるわけですけれども、今ですね来年の夏の展示会が少しずつ始まっております。早いですよね。まだこの夏の売れ筋がようやく見えてきたかなっていう状態で、来年の売れるものを予想していかないといけないということなんで、今回は来年2025年の夏に流行りそうなメンズのファッションアイテムについて、僕のトレンド予想をしていきたいと思います。ただですね、普通に予想するだけだとちょっと面白くないなと思ったんで、今回は今話題の AI を使ってですね、チャット GPT に予想を一回出してみてもらおうかなと思います。僕はどんなものが流行るだろうと予測してるのか、比較もしていきたいと思いますので、よかったらですね一緒に予想を楽しんでいってもらえればいいかなと思います。このチャンネルでは、長年セレクトショップの店長兼バイヤーとして働いてきた僕が、主に30代以上の大人の男性に向けてコーディネートのコツだったり、おすすめのアイテムなんかをご紹介しております。30歳を過ぎると今まで着ていた服が似合わなくなったり、何を着ていいかわからなくなったりと、ファッションに関するお悩みが増えてくるかと思います。そんなお悩みを解決できるように情報発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして最後までチェックしていってください。はい、それでは早速ですね予想していきたいと思うんですけれども、まずはチャット GPT にですね来年のトレンド予想をしてみてもらいましょう。流行りそうなアイテムやコーディネートを教えて。はい、こうずらずらっと一瞬で出していってくれますね。はい、今ですね6個ババッと出してくれました。1個ずつ見ていきましょうかね。まず1番目、サスティナブルファッションの拡大。これは当たりそうですね。環境に配慮するという流れは今すごく続いてますので、おそらくですねこれからもリサイクル素材とかオーガニックな素材を使ったアイテムはどんどん増えてくると思います。で、2つ目ですね、カジュアルなテクニカルウェア。テクニカル素材ですね、テック素材ってよく言われますけど、ストレッチ性だったり速乾性だったり UV カットがついているとか、最近だと防虫性能があるとかですね、これはですねもう今人気が出てるんですけれども、今後もですね人気は継続すると思います。でリラックスしたシルエットですね、ワイド系、ショートパンツもですねちょっとワイド系トレンドになってますし、パンツはずっとですねワイドシルエット主流になってますね。でトップスもですね少しリラックス感のあるものが今主流なので、この流れがですね来年急にタイトになるかと言われるとそれは予想しづらいので、来年はまだ続くでしょうね。でパターンやカラーの活用、特にビビッドなカラーのトップスや小物でコーディネートにアクセントを置かれるのが流行るかもしれません。そうですね、僕も今年の動画で何度かお話ししたかもしれませんが、カーディガンとかちょっとした小物、靴下とかですね、そういったので色を取り入れるっていうのは非常におすすめしております。黄色とか緑とか赤とか、しっかり分かりやすいカラーを取り入れるとコーディネートのアクセントになりますし、見てほしい部分に色を取り入れるっていうのは非常におすすめですね。ただ面積の多いところに強い色を取り入れるとなかなかコーディネート難しくなってきます。真っ赤の T シャツ着るとか、ショートパンツならいいですけど、ロングパンツでビビッドなカラーのパンツ取り入れるっていうのはなかなか想像しづらいので、小物とかですね、本当ポイントポイントで色を取り入れるっていうのは非常に重要ですね。で5つ目がアクセサリーの重視。シンプルな服装にネックレスやブレスレットなどのアクセサリーを取り入れて個性を表現するスタイルが人気です。もうこれはですね夏の基本的な差別化の仕方ですね。夏はどうしても組み合わせるアイテム少ないですし、シンプルなものが増えちゃうので、個性を出すためにはアクセサリーっていうのはかなり重要な要素になります。前回の動画でもお話ししてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。で最後ですね、スポーティーな要素の組み合わせ。スポーツウェアの要素を取り入れたファッションも流行することがあります。例えばランニングシューズのスニーカーをカジュアルにですね、この辺はもう流行ってますもんね。ちょっと落ち着いた感があるので、これはちょっとどうなるかなっていう感じはありますけど、トラックジャケットとかはですね最近流行ったものなので、夏用とかですね半袖で出てきたりとかあるかもしれないですね。ちょっとこれ具体的なアイテムがあまり出てこないので、具体的なアイテムについても聞いてみましょう。本当このチャット GPT は面白いですよね。最近これでよく遊んでるんですけど、動画のネタ探しとかしてて、ちょっと今回この企画を思いつきました。具体的なアイテムですね、まずはオーガニックな T シャツ、ポロシャツ、リサイクル素材のショートパンツとかですね、でも大体想像通りっていう感じですかね。
あんまり具体的ではないのも多いですかね。このビビッドなカラーのタンクトップはちょっと考えたことなかったですね。もしかしたらありかもしれないですね。今透け素材、シア素材人気なので、透けるアイテムのインナーとしてこういったビビッドなカラー取り入れていくのはちょっと面白いかもしれないですね。レザーブレスレットですね。最近ずっとメタリックな素材のアクセサリーが人気なので、そろそろ天然素材系のアイテム増えてきてもいいかなと思います。確かにこの辺ですね、増えてくれると面白いですね。スポーツブランドのランニングシューズ風スニーカー、この辺ですね、最近ミズノとかオンとかあの辺すごく人気出てるんで、この流れはまだまだ継続しそうですね。最後のキャップやバックパックにスポーツブランドのロゴが入ったアイテム、これはちょっとダサいですよね。これは多分ないと思います。こんな感じですね。なんかチャット GPT とかでこういう質問してみるといろいろ面白い答え返ってくるので、ちょっとこれをですね踏まえた上でではないですけど、僕の来期のトレンド予想もしていきたいと思います。はい、まず一つ目なんですけど、異素材の T シャツカットソー系のアイテムですね。 T シャツカットソーといえばだいたいコットンかポリエステル、この2強でした。で、今ですねじわじわ増えてきてるアイテムとしてリネン、あとはコットンとかポリエステルの中でもニット地のものっていうのが増えてきてます。こういったこう素材感のあるトップスアイテムっていうのが来年の夏はかなり増えてくるんじゃないかなと予想します。ちょっとですね、普通のと素材感が違うとそれだけでアクセントになりますし、見た目の印象、おしゃれ感すごく強くなります。で、リネン素材とかこういうニット地とかになってくると、僕たち40代以上の大人世代でも落ち着いた雰囲気を出しやすくて清潔感も作りやすいので、ぜひですねこのあたりチェックしていただけるといいかなと思います。で、2つ目がウエスタン系アイテムです。展示会とか見ていくとですね、ウエスタン系のデザイン要素を取り入れたアイテムっていうのがかなり増えてきてるんですね。こちらの T シャツとかを見ていただくと分かりやすいんですけど、こう裾にフリンジとかがついてるんですよ。意外にですねこういったのが古着人気の今違和感なくコーディネートの一部になりそうだなという感じで見ております。シャツものもそうですね、ウエスタンシャツ肩にですねこういった切り替えが入ってターコイズボタンがついたようなシャツですね。ああいったウエスタンシャツデザインのものっていうのが現代風にアレンジされて登場するんじゃないかなと思います。あとパンツでもですね、ブーツカット、なかなかメンズで普及してないですけれども、ブーツカットのアイテムっていうのももうちょっと増えてくるんじゃないかなと予想します。このウエスタントレンドに合わせてですね、ウエスタン要素っていうのはちょっと一つ頭に置いておいてみてください。はい、で今年すごくおすすめしてるこういったシャツアイテムですね、今レギュラーカラー普通の襟のものっていうのが人気なんですけれども、またこういったバンドカラーに戻ってくるんじゃないかなって予想してます。最近ですね、なんかバンドカラーのシャツ作るメーカーさん減ってるんですけど、店頭を見てみるとバンドカラーシャツが欲しいっていう方はすごく今増えててですね、僕自身も今半袖シャツはこういった普通のレギュラーカラーしか持ってないんで、次買うならこういったバンドカラーのシャツを探そうと思ってます。襟ってですね、見た目の印象がガラッと変わる部分なので、またバンドカラーアイテムっていうのが回帰してくるんじゃないかなという予想です。はい、で4つ目の予想なんですけど、ベストアイテムです。ちょっとですね、去年とかまでフィッシングベストめちゃめちゃ流行ってましたよね。これがですね、去年とか今年ぐらいまでは人気になっているフィッシングベストだったり、キャンプベストだったりとかですね、ちょっとアウトドア要素のガチッと強いベストなんですけど、こういったベストではなくて、もう見た目もすっきりとですね、ポケットとかもあんまりごつくないような無駄のないデザインのベストっていうのが提案が増えてくるんじゃないかなと思ってます。今年もですね、いろんなメーカーさんから出てるんですけど、最近行ったゴールドウィンの展示会だったり、グラミチとかワイルドシングスも行ってきたんですけど、どのブランドにおいてもこういったベスト系しっかり取り組んでる傾向にありました。ぜひですね、夏のベストアイテムをチェックしておいてください。はい、次5つ目ですね、ショートパンツの予想なんですけど、ちょっと前まではこの長さでした、バーサタイルショーツ、それが今はですね、結構長めに落ち着いた雰囲気のショートパンツに変わってきております。でこの長くなっていくのがもうちょっと拡大するんじゃないかなと予想しております。ショートではなくハーフぐらいの長さっていうのも注目しておいた方がいいかもしれないです。ハーフパンツまでいくとですね、ちょっと少年感が強くなっちゃうので、大人が履くならこれバーサタイルミッドなんですけど、これぐらいのシルエットのショートパンツっていうのが一番使い勝手はいいのかなとは思います。短すぎるのがちょっとですね、最近 NG なアイテムになってきてますので、こういったショートパンツばかり履いてた方はですね、少しトレンドの動きを意識して注意しておいてください。
はい、で最後6つ目はサンダルなんですけど、まあ、今ですねこちらウーホスのリカバリーサンダル、まあ、ウーホス以外もですねいろんなブランド出てきてもうリカバリーサンダル戦国時代になってるんですけど、この流れもう落ち着くだろうなと思います。ピークは今年かなという印象ですね。売れ始めてからだいたい4年5年ぐらいになるので、もうそれぐらいになるとですねピークを迎えてだんだん落ち着き始める傾向を見せることが多いです。今ですねサンダルって基本的に厚底で長時間履いても疲れないっていう流れが強いんですけれども、だいたいトレンドって真逆のものに行く傾向があったりもするので、今後はですねソールの薄いものとかももしかしたら増えてくるかもしれないです。また次これが正解ですよってサンダルが出てくると思いますので、そういったアンテナをしっかり張っておいてください。はい、それでは今回は2025年度来年のメンズの夏ファッションのトレンド予想をしてみました。今話題のですねチャット GPT AI を使ってそちらもですねチェックしてみながらという内容になりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、AI が指摘する部分ですね、まあ、無難なところもあれば、あ、こういったのもありかなっていうのもですね見つけられたりもしたので、皆さんもですねなんかファッションに悩んでいることとかあったらちょっとした参考程度にですね利用してみてもらうと面白いかなと思います。今回の AI の予想だったり僕個人のトレンド予想を見ていただいた上で、今後の夏セールで狙うものとか買っておいた方がいいものとかの参考にしていただけるといいかなと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思われたら、参考になったと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。